どうもこんにちは。今回はですね、フレックステージのタイニーレベル、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介していきたいと思います。まあ、多分タイニーレベルっていう呼び方で合ってるとは思うんですが、タイニーっていうのがちっちゃい、レベルっていうのが撃退するという意味です。まあ、これがどういうものかっていうのをね簡単に説明すると、まあ虫除けグッズということになるんですけども、とりあえずねこれを開けていきたいと思います。まあ、このフレックステールのですね製品を触るっていうのは、3品目になります。一番最初がですねランタンと、空気入れ、これがセットになったものでした。で2品目もランタンだったんですが、これもねランタンです。まあ、セットとしてはまずランタンの本体がありますよね。本体があって、タイプ C の USB か、一応ですね日本語の部分の説明書もついてます。あとねセットでついてたのがこちらです。これがね、虫除けのリキッドみたいなやつになるのかな。まあ、とりあえずこれがついてると。あとこのフレックステールの製品はですね結構出来がいいんですよ。やっぱり、こういったケースもねしっかりとついてるので、まあ所有感みたいなのもねバッチリあるんじゃないかなと思います。で、これをね詳しく見ていきたいと思うんですけども、まずカラビナですね。カラビナがついてて、ここはプラスチックかな、この辺プラスチックっぽいですね。で、こんな感じにスイッチになるのかながついてまして、フレックステール、ここは磁石ですね。例えばですねこういった感じでくっつけることもできるという磁石がついてます。そこの部分ですね。まあこんな感じですが、ここがタイプ C の、差し込み口になりますね。というのが、このランタンですと。まあとりあえずですねライトつけてみましょう。こっち側が、ライトのスイッチですね。でこっち側がおそらくリキッドのスイッチかなと思います。ほのかに光り始めたら分かるでしょうか。でこれをクリックするたんびに、あ、明るくなってますね。これが50ルーメン、100ルーメン、200ルーメン、400ルーメンオフと。でですねこれ今分かるでしょうか。ここがねバッテリーになってます。残り今少ないですね。残り少ないのでこんな感じになってますが、満タンになればこっち側に全てライトがつくということになってます。とりあえずこれはまず充電ですね。充電しましょう。はい、充電ができたんで、この商品のですねスペック、このあたりをねお伝えしたいなと思います。重さなんですが 148g、 結構軽いです。でサイズとしては 36mm×36mm×144mm と、まあ、ちょっとね手のひらよりかは大きいかもしれませんが、まあ、手のひらサイズと言ってもいいぐらいの大きさかなと思います。まあ、この製品はですねランタンではあるんですがモバイルバッテリーとして使うこともできます。このランタンの容量なんですが、4800mAh となってまして、50ルーメンであれば50時間、100ルーメンであれば25時間、200ルーメンであれば13時間、400ルーメンであれば9時間点灯することができて、まあ、そこまで明るさを求めないよっていうんであればですね、まあ、大体100ルーメンとかで使っといて、夜寝るときとかに、スマホの充電をするとというような使い方するのもいいのかなと思います。まあ、このフレックステールのですね空気入れ兼、ランタンもそうだったんですけども、やっぱり小さいので、持ち運びしやすいですよね。車で行くキャンプとかじゃなくて、例えば自転車で行くキャンプとか、あとは、それこそ山登りとか、本当アウトドア釣りとかですね、犬の散歩とか、そういう時にも使えるランタンかなと思います。まあ、軽いってのはねいいですよね。あとは防水性なんですが、防水性能は IPX5、あとはこれかな、この後ろの部分に磁石があるって話をしたんですけど、ここね、ネジ穴もついてます。ネジ穴がついてるんで、そうですね三脚につけたりとかっていうような使い方もできるようになってます。あとはこれでねリュックに引っ掛けたりとかという使い方ができるんで、まあランタンだけじゃなくてね、これ一番いいとことしては虫除け機能ですよね。ここが空洞になってて、ここにシートを入れるんですけども、まあ、虫除け機能もあるので、本当釣りとか、犬の散歩とかいいんじゃないですかね。まあ、ここの部分ですよね、この上の空洞の部分、ここにとりあえずシート入れてみますか。付属のねシートがこれなんですが、10ピース入ってるのかな。ちょっと開けていってみますよ。これを破って、あ、
けてみると、なるほどね、こんな感じになってるのか。ちょっとかっこいいですね。まあこれ2枚同時に使うのがいいんでしょうね。1枚でもいいとは思うんですけど、まあ一応2枚刺してみますか。こういったマットがついてます。でこれをこの中に差し込むと、じゃあ同じくこちらも差し込んでみますか。はい、差し込みました。でこの差し込んだ状態でですね、このスイッチですね、このスイッチを2回押します。できました。これが今緑に点灯してます。緑に点灯してるのがどっちのモードだろう。あ、こっちがキャンプモードですね。このキャンプモードってのは何かっていうと、いわゆるこう静止してるような状態って言ったらいいんですかね、その場所に留まってる状態だと、ここからですね、虫の嫌いな成分が出てくれて、この周囲を、虫から守ってくれると。もう一回押すとアウトドアモード、赤いランプが点灯します。これはどういうモードかっていうとですね、まあ、歩き回るような感じですよね。山の中とか、釣りとか、常に歩いているような状態の時に、これを使うと、まあ、キャンプモードであればですね、周囲 1.7メートル、こちらの範囲にですね、効果を発揮できて10時間ほど使うことができます。でアウトドアモードだとですね、範囲が変わりまして3メートル、3メートルの範囲に効果が広がると。ただ使える時間が5時間なのかな、まあ、半分ぐらいになってしまうので、まあ、僕なんかは基本的にキャンプをするので、この緑のランプで十分かなと思います。で165度まで熱するらしいんですけども、あ、でも確かに暖かくはなりますね。ちょっと暖かくはなってるかな。ただもうめちゃめちゃ暑いとか暑くて触れないってことは全くないですね。普通に触れる、なんかほのかに暖かいかなっていうぐらいの温度です。まあ本当にこうやってぶら下げて、リュックとかにぶら下げて使うこともできるし、まあ、このまま置いておくこともできるし、三脚とかに立てておくこともできるし、車とかですね、金属製のものにくっつけるということもできるので、まあ、かなり使い勝手のいいですね、虫除け兼ランタンなんじゃないかなと思います。まあ、これ使いながらライトも当然つく、あ、つきますね、つきます。ちょっとボタンが押しにくいは押しにくいかな、かなり深く押さないといけないような感じなので、もうちょっとボタンが押しやすくてもよかったかなとは思いますけどね。でも十分いいランタンだと思います。いいランタンだし、虫除けの効果もねあるっていうことなので、これはね、その虫が出る季節にはかなり、使えるアイテムになるんじゃないかなと思います。あと、まあゴールゼロもそうですけど、なんかこういう小型のランタンっていうのを、まあ流行ってるっていうのもありますもんね。なかなか面白いものなんじゃないでしょうか。まあ、本当フレックステールって、ね、面白いもの出すんですよね。これが虫除け兼ランタン兼、モバイルバッテリーですけど、まあ、以前紹介したものはですね、空気入れ兼ランタン兼モバイルバッテリーという感じだったので、これとまあそのランタンとかでも全然キャンプとか行けちゃうと思いますね。まあ、あと LED のランタンなんで充電する必要はあるんですけど、燃料がいらないっていうのはね、まあ、これも荷物が減らせるところかなと思います。まあ、これが本当に効果があるのかは今虫がいないんでちょっと分かんないですけど、まあ、蚊取り線香代わりにねこれを置いとって効果があるんだったらめちゃめちゃいいな。まあ、春から秋にかけてのアウトドアっていうのはね、本当は虫との戦いだったりするところもありますからね、こういった虫除けができるものっていうのはね、かなり需要があるんじゃないでしょうか。ということで今回はフレックステイルのタイニーレベル、こちらをご紹介しました。今ですね、幕開けで販売中なので残り時間もちょっと少なくなってるみたいですね。今であれば、幕開けで買えますので、気になった方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは